皆さん、この新ラップの迷彩見てくださいよ。めちゃくちゃ綺麗でしょ。どうも、チャップです。フォートナイトをプレイしていきたいと思います。ということで、今回はですね、新シーズンのシーズン11が始まったんで、これはなんか買わなあかんなということで、新しい新サランラップのゼロポイントっていう、この青いね、キラ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 したね、ラップを購入しました。見てください、これめっちゃ綺麗でしょ。めちゃくちゃ炭酸のきついソーダみたいな色してますやん。ほんまに綺麗すごいでしょ。綺麗な海みたいな感じしてますやん。沖縄とかグアムとかハワイとかセブ島とかさ、そんな感じ。綺麗な海行きたいなっていう気分になりましたやん。ほんでなんか変な武器見つけてもらったけど、これ何まあこれは置いといてですね、とりあえずこの綺麗なゼロポイントっていう新ラップでですね、優勝目指してソロモードやっていきたいんで、皆さんそれだけを、ただそれだけの動画。はい、ということでですね、あとはまあなんとなく優勝目指してるけど、優勝取れるかなみたいな、ちょっと不安な気持ちとともに頑張っていきたいと思いますわ。はいさあ頑張っていきましょうか。もうあれやんか、水落ちてもデスせえへんし、魚釣りできるし、船っていうかボート乗れるしね、なんかすごいね、いろいろね、ファンタスティックってなってるんですよ、シーズン11はね。だからそれ楽しみにしたいなっていうことなんですけど、目の前のとこになんか敵の人入っていったで、ほんま。釣り竿はあるけど、釣りは今度にしましょうか。この中おるって 100%、 えおるって、ほらほら、おるやん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 、そこになんか ライオンじゃないけど、ライオンみたいな人おるやん。これはもうここで確実に1キル取るのがやっぱり僕のクオリティかなみたいなところはありますやん。あります。あ、全然当たれんぞ、全然当たれんわえ、どこ行った。あ、おるおる、ちょっと危ない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 、ちょっとが持ってんじゃん。めちゃくちゃいい痛さやったでイエーイ、初シーズン11の動画で初キルですね。これはめでたい日や。魚釣りもできたし、めでたいっていうことですやん。まあ、そういうことよ、わけわからんけどなでもね、シーズン11って言ったらね、絶対ね、皆さん思ってることがあると思うんですよ。シーズン11、シーズン11、セブンイレブンってこれ絶対言うてるでしょ、みんな。もう言わんわけがないですもん。え？なんかフンって聞こえたね、そんなしょうもないこと言ってたから。誰か突っ込んだ？え？視聴者の皆さん突っ込んできました？そのなんか念力みたいな、僕が今日動画撮ってのバレてます？こわ、こわこわチャップやん。でもなんかあそこ登ってはりません。これ適当にパーンって一発当たったりすんじゃん。無理やな、あんまちょっかいかけんとこ。あんな建築早い人に勝てるわけないですやんということでね、まあ、軽く泳いでみましょうか。一応噛みかけましたけどね。でも武器は見てほしかったんや。見て、皆さんこの泳い方見て、これどうやって泳いでんの、このスピードでみたいな。下半身フラフラで、なんかフラダンスみたいな泳い方しますけどね本当はこうやって泳ぐんですけどね。で、武器の明細見てほしいんですよ。この綺麗な、この強炭酸のソーダ、めっちゃ綺麗でしょ。夜やからさ、生えてるやん。もうすっごいインスタ映えやと個人的に思ってる、まあ、言ってるだけイエーイっていうことですやん、ほんまにね。すごい楽しいでしょ。これがシーズン11なんですよ。でもほんまにね、シーズン10さ、全然やらなかった、びっくりするぐらいやらなかったんですよ。10回もやってないんちゃうか、ほんとに、ほんまに全然やらんかったんで、もうなんやろ、もうすごいフォートナイト新鮮あー、なんか変わったんかなみたいな。シーズン11から変わったんか、それともシーズン10の時、シーズン 10? 噛んでるけどね、その時に変わったんかがわからないんですよ。前からあったん、それとも今はプデで変わったんとか、全体的にわからない。でも泳げるようになったんはこれ11からですよね。多分それは間違いないと思うんですよ。それでさ、あとこの武器の並びね、どんな並びが強かったなとかも全然分からへん。ちょっと待って、ここおらんと思ってきたけど、このレンガめちゃくちゃ人の手で作られてるやんシンプルに怖いやん。なんかおんちゃんこれ、え、で道路、へえ、あ、こっち、あ、こっちも一応行け、あ、はい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 、すごい、え、結構なんかね、えいろいろいけますやん。これがシーズン11なんですか。めちゃくちゃすごいですやん。僕でもアーマーも何もないからね、ただ単に1キルして、ただ単に喋って終わる動画になるかもしれんな。ベスト10入り目指しましょうか。もう隠れてたらあれでしょ、誰でもあれやん、ベスト10入りできますから、もうそのコス一定で行かせていただいてもよろしいんではないかと個人的に思ってるわけなんですよ。
ちょ、もうほんまね、めっちゃ久しぶりやから、もう許して。もうほんまに、ただでさえさ、定期的にやっててもさ、うまくないのにさ、久しぶりやのにさ、もてやばいやん。もうほんま、その辺をね、ほんま、他のプレイヤーの方々はね、汲み取ってほしい。あ、チャップってやつ、こいつ絶対久しぶりやな、みたいな。手加減したろか、みたいな。もうほんま、手加減必須やて、ほんまに。ほんまに、僕がね、もしフォートナイト毎日ね、まあ、2時間ぐらいやって、もうガチガチに練習してるんやったらもう本気で来てくれていい。でもそんなん無理やん、絶対そんなん。毎日2時間のフォートナイト絶対できへんやん、そんなん。だからそこはお前手加減して。代わりに僕のこのゼロポイントの明細をね、見せてあげますよ。で、見せて、ああ、綺麗やなって思ってもらった後に、僕しっかりキルするんでね。それがせめてもの、まあ、償いかなって僕思ってる。しょうもない話してたら嵐のオーディションも来ちゃうんか。噛んでも戻ってますけどね。ここ大丈夫かな、この下。とりあえずなんか沼地みたいな。おお、ダムか、すごいですね。なんかでも沼ってるんですよね。でもモアマンのね、このモエスティモアマンがね、住んでてもおかしくないような、なんか池って感じ。いい感じの感じの感じ。あ、開いてるやん。でもほじくられてる。これ何これ。え、武器アップグレード。あ、武器強化できんの。あ、そんな、なんか、機能もあんの。ほんで、待て。めちゃ、ん？めちゃくちゃここ、改良されてるというか、すごい。え、これコーラ飲める？このサイダーの明細でコーラ飲める？これコールド、冷たいだけ？無理、飲まれへん。なんてこった、パンナコってやん。誰が見てもわかる、飲まれへんやつやん。待って、これずっと喋ってるだけでいいの？これほんまに。ここも荒らされてるとなると、もうほんま僕ただの沼地のマーマンになるだけやで。それ崖の上のポニョみたいなね、沼の中のマーマンになるんですよ。おお、ゲロゲローンってなった。あ、待て、これゲロゲローンってなんの、これマジで。え、ゲロゲローンって、あ、これいいですね。ちょっとこれさ、次回の動画にしよう。この葉っぱ踏んだらゲロゲロンジャンプができるよっていう、そういう動画撮るわ。ほんま皆さん、内緒の方向でお願いしますね。でもこれちょメモっとくから、ほんま忘れるかな。ちょメモっときますわ、この後すぐに。絶対忘れるかな。しかもどうでもいい、しょうもないネタやしな、ということで、まあ、敵の人おらなさそうやから、ちょっとまあその辺うろうろして、なんかやばくなったら動画再開するといういつもの感じにしましょうか。で、ちょっとチャップフォートナイトラジオトークちょっとお休みしましょうか。えー、なんか撃たれてる、撃たれてる、撃たれてる。わ、上から撃たれてるぞ。上から撃たれてた今、上から、あの上におった、上に間違いなくなんか撃っていたんですよ。待て、これ何、この光り輝くキノコは。お、消費アイテム。あ、アーマー、あ、なんか回復するアーマー、なんかまだ撃たれてるな。ちょっと待って、この幻のキノコを食べて、あ、待って、なんか不思議な幻のキノコ見つけたっていう動画も撮れるな、これはいいぞ。あ、で、そこでめっちゃ建築してるねんて、あの人が撃ってきてん多分。ちょっと待って、2個も覚えられへんやん、脳みそパンパンになるってそれは。まあ、とりあえずなんとか切り抜けれたかなって思うんでね、なんかグレードもアップしたしさ、逃げましょう。あと25人ですって。なんやこの宝箱、なんかいつもと高級感がある。あ、なんかちょっとレアなやつ手に入りますよ的なやつなん。なんか見つけた。ほんであと11人ですって。見てください皆さん、あと1分1秒11人1キル1、え、1なんちゃら。え、待て、なんかおるわ。え、なんかおる。え、え、なんかおる。お、なんか魚ある、魚、魚おる。お、びっくりした、魚おった。え、魚おったやん、びっくりしたやん。で、なんかタクティカルショットガン手に入りましたよ。あ、ほんでアーマーをやって、なんかラッキー、1111言うて静かにしてたらキルできた、やだやっぱり端っこの方でうろうろしてたら、僕みたいでもね、僕みたいなさ、狩られる側のさ、草食動物系弱者もね、長生きできるということが分かりました。まあ、あとはスナイパーに抜かれへんようにね、もうちょっと頑張っていきたいと思いますわ。あ、おる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 わ、皆さんおる、めちゃくちゃそこにおる、そこにおる、そこにそこにおる、そこに、いや、しゃー、オーケー。おー、え、韓国人の方、あ、なんか韓国人の方とマッチもすんのこれ。おー、なんかほんまにアニョハセヨーです、国際交流ありがとうございます。で、なんとかね、ここら辺でチマチマしてたら僕生き残ってる、なんかホタルみたいなもんおるやん。で、ちょっとあのアイテム取りに行こうかな。でもこうやって調子乗ってたら
あれですすんちゃん大丈夫、弾だけ回収しても速やかに僕みたいなあのほんまに弱者は帰らせていただきます。こんな嵐の中心ややってほんまにじゃあこちらへんおってね、またねこそ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 ね、僕は地味に森のこの気配とね同化していきたいと思います。森のまあまあなめんなよみたいな感じ。おーおるおる、ちょいた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 、おるやん、ね、ちょ待てよ、びっくりしたやんびっくりしたやん、まさかのおるやん、そんなことある草むらの中におるやん、ほんまにびっくりしたやん、やめてホラー番組やんこれ、そんなことあるで、あと3人やってってこと、あっちで建築してんぞってこと、あそこに1人おる、でもう1人なんか近くに闇が迫っている気がするな。とりあえず嵐のオーディションには入りたいんですけど、目の前に おるからさ、正直ちょっとなんか絶望やなみたいな、しかもガチガチの建築してありますね。こっちからちょっと遠回りしてですね、あっちに近づかないようにね僕はしていきたいと思います。あれこの辺におるくない、あおるおる、これおるわ、おる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 、ちょっと待って、ロケラン飛んできた、ロケラン飛んできた、あちょっと待って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 、おるな思ったら、いっちゃらんかんちゃらんかんちゃらんで、ちゃう人に撃たれてちゃんちゃらちゃんちゃらサインでござるでもだいぶ長生きできましたね、これはもうすごく良かった。ちょっとほらもうこんな建築早くできる人にね、まともに戦ってもどうせ無理やんこれうまいうまい、いいよいいよ、みんな頑張ってということでね、今回は皆さんに迷彩を見ていただこうというコーナーでしたよ。綺麗な青の迷彩も見ていただいたし、この方が1位も取ったし、ビクトリーロイヤルミルクティーナイスです、建築うますぎやということでね、終わりにしましょうかね。すごい綺麗な迷彩だったでしょうということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録コメント高評価お待ちしております。ではバイバーイ。